パワーアンプについてご紹介します。今回は初心者さん向けのアンプ解説動画です。スマホやパソコンでよく音楽を聴くけど、正直音割れや音質が気になるという方も多いのではないでしょうか。本格的なスピーカーを検討するとアンプが必要になることがあります。アンプって実はよくわからない、今更聞けないという初心者の方に向けて、アンプって何というところからアンプの種類などを解説していきます。後半ではアンプのセッティング方法もご紹介。コスパがめちゃめちゃいいと言われているアマゾンベストセラー1位、3000台のお手頃中間アンプを購入してきました。今回はこのアンプを使いながら説明していきます。アンプとは簡単に言うと音を増幅する装置のこと。音楽プレイヤーの音の信号は非常に小さいので、スピーカーから大きな音として出力するにはアンプが必要になります。実はアンプといってもいろいろあります。主な種類はパワーアンプ、プリアンプ、プリメインアンプの3つ。先ほどご説明した音の信号を増幅させる機能を持つのがパワーアンプ。左右のスピーカーのバランス調整や音量、音質の調整を行うプリアンプ、そしてその2台の機能が合体したプリメインアンプです。スピーカーには大きく分けると、アンプがすでに内蔵されているアクティブスピーカーと、アンプが別途必要なパッシブスピーカーの2種類があります。アクティブスピーカーは音源をつなげばすぐに音を出すことが可能。一方パッシブスピーカーは音の信号を増幅させるアンプが内蔵されていないので、別途アンプを用意する必要があります。パッシブスピーカーからとりあえず音を出したいという場合はパワーアンプだけ準備すれば OK。 より自分好みの音に調節したり細かい設定をしたいという方はプリアンプとパワーアンプ、またはプリメインアンプを検討するのがおすすめです。パワーアンプの中でも Amazon で買えてベストセラー1位と人気なのがこちら、ノブサウンド NS01E プロ3999円。この商品の特徴はこんな感じ。 Bluetooth 接続、ケーブルを使った有線接続はもちろんのこと、 Bluetooth を使った無線接続が可能。スマホやパソコンと接続してサブスクの音楽を気軽に楽しむことができます。しかも通信速度や通信範囲、消費電力に関係する Bluetooth のバージョンは比較的新しい 5.0。 箱はこんな感じ。今回は2022年バージョンを購入しました。それでは開封していきましょう。こちらはパワーアンプ本体、重量約 123g、 小さめのジャガイモと大体同じぐらい。サイズは 78×70×38mm、 手のひらサイズとかなりコンパクトですが結構しっかりした感じです。シンプルなデザインで使いやすそう。本体はアルミ製でこの価格にしてはそこそこ高級感があります。上部にある大きいダイヤルは音量調節ダイヤル、前面には USB の差し込み口、AUX の差し込み口、電源スイッチがあります。背面にはスピーカーのケーブルをつなぐターミナルと電源ケーブルの差し込み口があります。スピーカーにつなぐにはケーブルを使ってこのターミナルとスピーカーを接続します。今回は Amazon ベストセラーになっているスピーカーケーブルとバナナプラグを用意しました。スピーカーやアンプのセッティング環境に合わせてスピーカーケーブルを適当な長さにカット。スピーカーケーブルの外側を中の導線が切れないように工具でカット、だいたい5ミリちょっとぐらい剥きました。バナナプラグを一度分解してケーブルを通します。導線を放射状に広げるようにしてから先端の部分を取り付けたら完成。これを全部で8個製作していきます。工具も必要ですし時間もかかるので、自分でやるのが面倒な場合は完成品もあります。スピーカーとの接続方法はこんな感じ。至って簡単なんですが、誤った接続すると聞こえ方が異なってしまうので要注意。まず R は向かって右側のスピーカー、 L は向かって左側のスピーカーにつなげます。ここを逆にしてしまうと
音が左右逆になってしまうので注意してください。赤い部分はプラス、黒い部分はマイナスになっています。スピーカーにもプラスとマイナスがあるので、ケーブルを使ってプラスはプラス、マイナスはマイナスという感じでつないでいきます。こんな感じで接続できれば OK。 意外と間違いやすいので要注意。あとはスマホやパソコンと接続していきます。このパワーアンプの音声入力は3種類、 Bluetooth を使って無線接続、 AUX を使って有線接続、 USB を使って有線接続。 Bluetooth を使ってスマホと無線接続する場合は、スマホとアンプの電源を入れて Bluetooth 設定画面からこちらの NS01G Pro を選択して接続。これでペアリングは完了です。ケーブルを使ってスマホと有線接続する場合は、スマホのイヤホンジャックにこちらのケーブルを挿してパワーアンプの AUX に接続します。最近はイヤホンジャックがないスマホが多いんですが、 Type-C やライトニングで使用できるケーブルも売ってます。こちらのケーブルで USB 接続することも可能。パソコンと有線接続するときには便利。最後に電源ケーブルを挿して電源を入れます。オーディオシステムに電源を入れるときはプレイヤー、アンプの順に電源を入れます。逆に電源を切るときはアンプ、プレイヤーの順に電源を切ります。順番を間違えてしまうと場合によってはスピーカーが故障してしまうので要注意。私は本格的に音楽を楽しみたいとき、レコードを使って音楽鑑賞します。また部屋の BGM みたいに何か作業しながら聴くときはスマホと Bluetooth スピーカーをつないで聴いてます。なので今回は Bluetooth を使ってスマホとパッシブスピーカーをこのパワーアンプでつないで音を聞いてみたいと思います。比較として私が自作スピーカーでよく使用している激安の小型アンプをご用意しました。そもそも音に違いが出るのか、どのくらい音に差が出るのか、実際に聞いて確認してみたいと思います。その差は感じられたでしょうか。1000円の激安アンプよりも今回ご紹介したアンプの方がキレがあってクリアな音に感じました。それにしてもこの価格で Bluetooth 接続できるのはありがたい。ポータブルスピーカーや PC スピーカーからステップアップしたいって方にはぴったり。一般的なアンプって大きくて高いものが多いので、コンパクトで手軽に使えるのはいいですね。間違った使い方をすると故障したりスピーカーを傷めたりすることもあるので、正しい使い方を知って快適な音楽ライフを楽しんでください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。イヤホンやスピーカーなどオーディオ関係の動画をアップしています。この動画が良かったらいいね、チャンネル登録いただけると嬉しいです。